紀北町といえば新鮮な魚介類が有名ですが、実は美味しいスイーツの店があるんです。それがこちら、エトワール菊屋さんです。お邪魔しましょう。失礼します。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。ご主人ですか？どうも。どうも、三杉でございます。どうも、藤原です。スイーツの美味しいお店と聞いてね、伺ったんですけども。 ありがとうございます。いろいろとこう、はい、お菓子が並んでますよね。はい。綺麗ですね、やっぱりね。見た目も綺麗だし。ありがとうございます。うん、鮮やかで。こちらのお店のおすすめってあるんですか？はいはい、今ね、ちょっと売りにしてるのは、ここに古道の妖精っていう、ちょっとチョコレートの菓子なんですけども。古道といえば熊野古道のことですね。そうですね、はい、古道の妖精、はい、これはね、共同研究家をなさってる小倉先生っていう人が、はあ、気さくな先生で、店に見えた時に、はあ、先生なんか名前つけて、よっしゃちょっとこれ持ってて1週間後にまた来るって言って、はあ、見たらこの名前で、でもデザインものはこんなようにしてって言って全部してもらって、言ったら、あ、そうですか、はい、ここデザインがもう書いてきてくれたんですか？書いてくるっていうか、こういうイメージでって言って、はい、でそれがこれ。そうです。あとはあるんですか？あと種類でですかね、はい、でここに下にクグロフっていう、ね、クグロフ、はい、これ洋酒がちょっと効いとるこちらのなんですけどね、これはもう35年やってても必ずいつもよく出るっていうか、35年間ずっと味も変えずにやってるんですよね。はい、なるほど、素晴らしいですね。で他には、他にはね、こっち側の洋菓子では今このイチジクのこのケーキですね。イチジクね、はい、これ美味しそうですね。地元の若い人たちが作ったやつ でこれからこれを全面的に流行っていこうと思うんです。その若い方がまあなんかこう中心になって、はい、で地元のこのまあ食材、はい、ものを使っていこうということですね。そうですね。でさつまいも、いちご、トマト、そういう食材を持ち寄って、何かできないかなって、スイーツをなんとかいろいろ作ろうかと、スイーツとかいろんなものできないかな、こちらを提供しやすい。そうです、ここでみんな集まって ね、やってるんですけどね。あ、ちょっとこのお菓子をですね、はい、食べさせていただいてもよろしいですかね。どうぞどうぞ。ちょっとそちらでもどうですかね、座って。いいですか？はい。ご主人、はい、これやっぱりこうやって拝見するとそれぞれに個性的ですね。そうですよね、まあ、こちらイチジクらしく、まず一番先に行ってほしいですよ。行ってほしい。行ってほしいです。ご主人のご推薦。はい、あ、じゃあこれから行きましょう。はいはい、これだけどイチジクを使ってのはかなりこう気を使うんじゃないですか。いただきます。あの自然のイチジクの甘さがね。カスタードクリームとちょっとよくマッチすると思うんですけども、いちじくも朝取ってきたやつを、うん、持ってきてくれるんで、うん、またそれでも全然違うと思うんですよね。もぎったばかりなんですね。そうだね。それじゃもうたっぷりの旨味がこの中に入ってるわけですね。はい、クグロフ、はい、今度は焼き菓子なんです。こちらからいきますね。はい、クグロフ、ちょっと手でいいですかね。はい、どうぞどうぞ。これはパウンドケーキですよね。そうですね。これもう本当にさっきおっしゃったように、はいはい、これは長い歴史があって、はい、人気もね、はい、もう長期間続いてますけど、はい、あ、うまい。あの甘さがすごい上品です、はい、ちょっと表面に香り付けの洋酒が、うん、あ、本当だ、お酒なんですね。後からちょっとパッとくるような感じなんです。なんともこう洋酒の甘みですよね。これ何を使います？これはね、ネグリタラムって言って、うん、ラム酒、ラム酒 でそれにちょっともう一つブランデーをちょっと入れて、で、うん、そのお酒のやっぱり銘柄を選んでこうぴったりくるまでには相当時間かかってるお菓子ですね。そうね、いよいよ古道の、妖精、妖精、はい、これ熊野古道の妖精ですよね。そうですね、うん、なぜその熊野古道のケーキがこれなんですか？はい、このなんかパッと見たイメージが石畳みたいにちょっと見えるんで、なるほどね、熊野古道の石畳。そうですね、うん、外がこうちょっとカリッとしてて中がふわっとしてるんですよね。チョコの味がふわっと出てきて、そうですね、うん、だけど紀北町っていうと本当にね、海の幸っていうイメージが強かったんですけど、はい、もうそのいろんな美味しいものが楽しめるっていうのがやっぱり紀北町の魅力の一つですね。そうね。ね、地元の味を生かしたスイーツ、ぜひおすすめです。
いやーケーキどれも美味しそうでしたよね、まあ、中でもイチジクは今がまさに旬ですよね。これがそのイチジクタルトですね。もう本当に美味しそう。これいただいちゃってもいいですか。いただきます。このイチジク本当大きいですよね。いただきます。イチジクみずみずしくてもう本当に甘いです。美味しい。このイチジクがたっぷり乗ったタルト、ぜひ皆さんにも召し上がっていただきたいなと思います。三木さんの VTR にもありましたが、地元の若い生産者の皆さんが商品開発にも携わっていらっしゃるということで、今回のこのイチジクは紀北町ふるさとの田中農園さんのイチジクだそうです。熊野古道の妖精とクグロフは紀北にあでも販売をしているそうなので、ぜひお土産にお買い求めください。エトワール菊屋は紀北町愛賀にあります。お問い合わせは電話 0597-32-2717 0597-32-2717 までお願いします。